インドでは多くの人が朝食に美味しいひよこ豆とトマトのカレーを食べます。プーリーと呼ばれる平たい揚げパンも添えられているそうです。真ん中がくぼんでいて加熱すると蒸気で膨らみます。南アフリカの多くの人々は朝食にフトゥーパップを食べます。これはオートミールのようなものですが、トウモロコシと水から作られています。この料理は1日の中でいつでも食べることができますが、朝食ではミルクと砂糖を組み合わせるのが主流。セネガルのコーヒーは私たちに馴染みのあるコーヒーとは全然違います。この飲み物を入れるために使用される粉末はコーヒー豆、セリムペッパーの種、クローブから作られています。みんなが大好きなパンプキンスパイスラテよりもずっと辛くてエネルギーを与えてくれます。モロッコの人々はミントティーを飲むのが大好きです。朝食には作りたての平らなパンを用意し、ジャムと蜂蜜などを重ね塗りします。野菜や肉を詰める場合もあります。ラブラニと呼ばれるひよこ豆のスープはチュニジアの典型的な朝食です。玉ねぎ、クミン、ハーブを使って調理し、かなり辛いです。運が良ければポーチドエッグも一緒に出てくるかもしれません。ナイジェリアと複数の近隣諸国では朝食に揚げた豆のケーキを食べます。主な材料は乾燥唐辛子で味付けされた黒目豆、新鮮な玉ねぎ、そして新鮮な赤唐辛子です。この豆のケーキは揚げ物であり、屋台でも人気の高い食べ物です。韓国の朝食は通常かなりお腹いっぱいになります。基本的には多くのバンチャン、つまりおかずが用意されています。例えばキムチ、卵焼き、野菜のナムル、ジョンと呼ばれるチヂミに似た料理、すごいですよね。日本の朝食は他の国から見るとまるでランチ。お味噌汁、ご飯、鮭、そして漬物が基本です。ジャマイカでは朝食にアキーを食べます。アキーはライチに似たエキゾチックなフルーツで、柔らかくクリーミーな食感です。ただしこれは米国では違法、種子が有毒なんです。完全に熟していれば果肉は安全に食べられます。違いをよく知ることが必要不可欠です。世界で最もクレイジーな朝食サンドを食べるのはやはりオランダでしょう。とにかく甘いんです。バターを塗ったパンの上にスプリンクルが振りかけられているんですよ。ハーゲルスラッハには様々な味があり、チョコレート、バニラ、フルーツなどが一般的。毎朝朝食はオートミールだけという人にとっては、ドイツの朝食は少し重たく感じるかもしれません。ロールパン、いろんな種類のチーズと肉、卵2つがメニューです。ボリュームたっぷりの朝食を流すためにコーヒーを飲みます。オートミール愛好家はフィンランドに行きましょう。この国の伝統的な朝食にはプーロと呼ばれるオートミールが含まれています。新鮮なベリーもしくは冷凍のベリー類、砂糖、牛乳と一緒に出てきます。イタリアの朝食は間違いなくメインディッシュにはなりません。多くの人はコルネットと呼ばれる甘いクロワッサンのようなパンとカプチーノを合わせます。ちなみにイタリア人は通常朝にしかカプチーノを飲みません。またイタリアでラテを注文すると一杯の牛乳が出てきます。英語でラテと呼んでいる飲み物はイタリアではカフェラテなんです。世界中で愛されているミューズリーは特にスイスの人々の大好物。典型的なミューズリーの朝食にはオーツフレーク、レーズン、ドライフルーツ、ナッツなどが含まれていて、通常ヨーグルトと混ぜ合わせます。スウェーデンでは人々はスモーゴスと呼ばれる典型的な朝食サンドを食べます。それはバターをたっぷり塗った食パンに様々なトッピングがついたサンド。例えばハム、魚、チーズに加えキュウリ、レタス、トマトなど。多くの人はゆで卵を合わせます。またスウェーデンの人々はフィルターで入れたコーヒーが大好き。とても美味しいです。フランスの朝食はパンが大好きな人にぴったりです。
美味しいパンが揃っていますが、代表格はもちろんクロワッサンですよね。プレーンのパンにバターとジャムを乗せるか、パンオショコラを選びましょう。最も一般的な飲み物はコーヒーですが、多くの人は代わりにジュースを好みます。アルゼンチンの朝食はフランスの朝食に似ています。主な朝食はパンとコーヒーなんです。メディアルナはクロワッサンによく似ていますが、小さくてより甘いです。甘いパンが苦手な方にはトスターダと呼ばれるパンがおすすめ。またコーヒーが好きじゃない人はオレンジジュースを一杯飲みましょう。ヨーグルト、シリアル、そして卵は主に観光客向けとなっています。伝統的なメキシコの朝食を試したい場合はチラキレスを作ってみてください。トウモロコシ粉のトルティーヤを柔らかくし、サルサで煮ます。トルティーヤが少し柔らかくなります。次にアボカド、ソフトチーズ、チキンなどを追加します。ご飯と豆も用意したらブエンプロベチョ。もう少し軽い朝食がいいですか？メキシコには素晴らしいパン菓子がたくさんあります。貝殻のような形をしたものや2つの耳がくっついているように見えるものがあります。ペルーの朝食は初めて訪れた人にとってはものすごくエキゾチックに見えます。伝統的な料理の一つはタカチョ・コン・セシーナです。これは豚肉を少し入れたローストしたプランテンです。屋台の食べ物としても人気があります。ブラジルの朝食で最も重要な2つのものはパンとコーヒーです。ブラジル人が大好きなパンはフレンチロール。食べる前にたっぷりとバターを塗り、その後にいくつかのコールドカットが続きます。パパイヤのようなトロピカルフルーツはブラジルでは珍しいものではないので、リオに行った時に朝食に出てくるかもしれません。コロンビアには何十もの面白い朝食レシピがあります。首都ボゴタにはコリアンダーが入った卵と牛乳に硬くなったパンをつけて柔らかくしながら食べるチャングアがあります。もう一つのボリュームたっぷりの料理はカレンタド。再加熱したご飯や豆の残り物でできていて、ソーセージ、アボカド、卵が添えられています。コスタリカでも通常朝食にご飯と豆を食べます。コロンビアとは異なり、コスタリカの人々はソーセージの代わりにプランテンをグリルします。プランテンはバナナのような見た目をしていますが、甘さが控えめです。飲み物はシンプル、コーヒーもしくはジュースです。お腹が空いてきますよね。朝食用にお米を食べるのが一般的なもう一つの国はマレーシアです。面白い調理方法ですよ。ココナッツミルクで調理され、ゆで卵、きゅうり、アンチョビ、さらにはピーナッツなど様々なおかずと一緒に出されます。オムレツやケーキの形をした卵、温かい豆乳で柔らかくした揚げパンケーキ、野菜を詰めたツイストパンケーキ、どれも美味しそうと思う人は台湾の朝食を試してみるべき。いろんな種類の温かい豆乳と合わせます。プレーンもしくはブラックがあり、これはごま粉とピーナッツで味付けした牛乳です。香港の朝食はミルクティーなしでは完成しません。最も大切なのが紅茶を入れる技術。フィルター用の靴下のような布はとても分厚いです。やっと紅茶が出てきたら無糖練乳と砂糖を加えてクリーミーな味わいに仕上げます。朝食にソーセージ、卵、ローストされたお肉を出すのは英国式朝食だけではありません。もっとよく見てみましょう。お米が見えますか？黒糖と醤油で味付けした甘いベーコンもありますよね。そしてこのホットチョコレート、フィリピンの朝食ですよ。とても美味しいです。インドネシアに旅行する機会があったら、朝食に黒米とココナッツミルクベースのお粥を試してみましょう。黒米は実際には黒くなく紫色です。そしてブブールクタンヒタムと呼ばれています。スライスしたバナナとシナモンをトッピングするとさらに美味しくなるそうです。またサゴ粉で作ったオートミールのようなパペダもあります。澱粉質でベタベタしていてプリンやスライムのように見えます。
ミャンマーの人々はモヒンガーと呼ばれるボリュームたっぷりの朝食スープをよく食べます。生姜、魚のペースト、ライム汁、唐辛子、コリアンダー、玉ねぎが入っています。ナマズを使ったスープで麺入り、塩辛い、甘い、辛い、酸味がすべて同時に味わえます。世界一ヘビーな朝食コンテストがあった場合、間違いなくアイルランド人が優勝するでしょう。考えてみてください。伝統的なアイリッシュブレイクファーストにはベーコン、ホワイトプディング、ブラックプディング、ハッシュブラウン、目玉焼き、またはスクランブルエッグ、いくつかのソーセージ、豆、そしていくつかの揚げレバーがあります。これだけ食べたらカロリーを消費するのが大変そうですよね。